暖かい、めっちゃ暖かいですね。今日は暖かいです。めっちゃ工事中みたいな音する。なんかお昼ご飯を食べようとしたんだけど、もう全然お腹空いてなくて、なんか食べようっていう気がしないから、普通に配信しようかな。支度と今はね、こちらなので、次は17時頃から劇場の合間、ちょっとできるか不安なんだけど、まあ一応書いてみた。だってさ、そっちの方が3周できるじゃんと思って。今日は公園行きたかった、頑張ってください。ありがとう、頑張りますね。なんかあったかすぎてもわーっとする。この上にコート着てかなくていいかな。いいよね、だって外出ないし。もうもう気温何度なんだろう。ちょっと美人百科を見にしたら読みたくなったので読んで。え、26度やばくない？やばくないですか。それはもうやばい、それはもう暑い。え、もう夏来ないで、本当に夏来ないで。嫌よ、夏は嫌よ。サウナは好きなんだけど、暑いの嫌いすぎて。サウナ95度から100度。ひだゆちゃん春が似合う、嬉しい。イエベ春かな。なんかちゃんと診断したことがなくて、でも昨日さ、青の服も似合うって言ってくれたからさ、ブルブルなのかなと思ったけど、でも青みのピリップ似合わなくて、
一体何が似合うのっていうね。あ、一体イエベなのブルベなのっていう。どっちなんだろう。イエベって何ですか。なんか黄色みの肌、オレンジとか黄色が入った感じの色が似合って、ブルーベは黄色みがないピンクとか赤とかが似合う人。言ったら例えばな、このピンクはブルベみたいな、どっちでも似合う。でもね、リップはね、本当にイエロー味のあるものしか似合わない。いや、話題、あくびをしてしまった。この人は難しいですよね。きっと難しいと思います。今日は iPhone ですよ。いつも iPhone。 あ、昨日のその実況配信の時だけあのタブレットだったかもしれない。今日の夜もタブレットでやるのが一つある。野球つけようかな。待って、どれ、何ちゃんでやってるの。アマプラ、ごちゃん、テレ朝、テレ朝だ。ああ、本当だ。ワイドスクランブルが前倒しになってる。あ、大谷さん。テロップを書いてなかったです。なんか私の友達が、あの監督がめっちゃパパに似てるってめっちゃ言ってた。監督がパパに似てるそうです。確かめっちゃ、パパ似てる。パ
パパに出る、この監督をちょっとなんかめっちゃシュってなってるけど、もうちょっとふっくらさせた感じ。え、勝ってる勝ってる、日本勝ってる。パパだ、栗山さん。16番大谷さん頑張れ。ああ守り抜いてほしい。さあ、ともちんさんとさ、江藤美沙さんがさ一緒に写真撮っててさ、すごい湧いたんだけど、私2人とも大好きだから。すごい、もう毎回成績を残してらっしゃって、すごい大谷さん。でもさ、ずっとカメラで抜かれてるからさ、なんか行動一つ一つがさ、すごいツイッターに上がってくるじゃん。ずっと撮られてんの大変そう。パパ耳でかすごっ。あの、私ね、サッカーより野球派です。サッカーももちろん見ていたけど、やっぱりね、家系がお父さんも野球のコーチしてたりとか、そう、少年野球のコーチしてて、で弟が入ってたりとかして、野球見に行ったりもしてたから、ね、野球派なんだよね。え、マジでパパ似てるかも、しっかり見たら栗山さんアメリカの方のさ、リアクションがもうすごい、わーみたいな、すごいオーバーで、やっぱ日本と違うなって思う。緊張してんのかな。みんな写真撮ってる、みんな動画撮ってる。
高っ。え、史上初だって。え、すごい。すごくない？なんか感動。栗山さんはこの表情一つ変えずなんかもう行く感じがさすが監督って感じですよね。でもアメリカの選手も頑張りましたよね。え、てかすごい、オールスターズもやっぱ WBC ってすごいわ。これは弟が寝れないわけだ。え、待って、音聞きたい、音聞きたい、音聞きたいよ。あ、監督。いいね。あ、ともちんさんの旦那さんだ。ともちんさんの旦那さんだって。そう、野球って素晴らしいんだよ。わかるわかる。あのね、ちょっと泥臭い感じがいいんだよね。え、いいねこれ。このこれをみんなと見れたの思い出だな。さっき書いてあったけど、やっぱアイロンするの忘れちゃった。まあいいか。もうこれでもいいよね。結構若い選手いるよね。アメリカの選手がぼーっとしちゃって。本当にお疲れ様です。すごい。じゃあ読みますね。1位のぶさん、2位かもちゃん、3位ラブいちごちゃん、4位つかさちゃん、5位こうちゃん、6位なははんさん、7位ピアノマンさん、8位鳥親父さん、9位かずさん、10位ライチさん、11位かっちゃん、12位キャプテンアクアさん、13位よしおさん、14位さとさとさん、15位ひなちゃん、落ちた。16位ピータさん、17位大粒ちゃん、18位クリスティアーノ台湾さん、19位 KH さん、20位イニさんです。ありがとう。今日公演来る方、
VR オンデマ、オンデマの人も多いのかな。今日はねバタバタしちゃうかもしれないんですけど、みんな最後までお願いします。公園は外れたので友達とアフタヌーンって行ってきます。え、いいな。ではみんな3週終わった？お、ありがとう。ちょっと支度をするのでそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。では、またね。